はい、皆さんどうもこんにちは、広島のカットレーガーです。今日はですね、ある田舎の酒屋さんに行ってね、ウイスキーを買いに行きたいと思います。では行ってきます。いかがだったでしょうか。こちらの酒屋さんの映像は1年以上前の映像ですので、まあ、現在とはね、品揃えが違っていますので、そちらをね、ご了承ください。しかしね、つい1年ほど前の映像だったんですが、今ではね、終売になっている貴重なボトルがね、まだこうやって普通にあったんですよね。そんな田舎の酒屋さんでね、購入させていただいたウイスキーがこちら、じゃん、日華ウイスキーさんが発売していたオールモルト。こちらはですね、ブレンデッドウイスキーとなっています。まずは情報から。オールモルトは1990年に日華ウイスキーから発売されました。日華ウイスキー独自のカフェモルトとモルト原酒をブレンドしており、オールモルト製法で作られたモルト 100% ウイスキーです。オールモルトは贅沢すぎて誰も作らなかったというキャッチコピーのもと販売されました。その結果、品不足になるほどのヒット商品になりましたが、原酒不足から2016年8月で終売となっています。ということでですね、日華ウイスキーさんが発売していたオールモルト、ついね、1年ほど前まで先ほどの酒屋さんには20本以上のね、こちらのオールモルトが売れ残っていたんですが、2021年のね、酒屋巡りフィーバーで全てね、売り切れになってしまいました。こちらのオールモルトは単式蒸留機で蒸留したモルト原酒だけでなく、日華の持つカフェ式複式蒸留機で蒸留した原酒も使用されているため、オールモルトという名前なんですが、ブレンデッドウイスキーとなっています。単式蒸留機で蒸留して3年以上蒸留されたモルト原酒だけでブレンドされていれば、ピュアモルトやブレンデッドモルトなどを名乗れましたが、カフェ式複式蒸留機で蒸留したためブレンデッドウイスキーとなるようですね。まあ、こういうね、紛らわしい名前も時代を感じるネーミングでいいなと思いますよね。オールモルトは1990年に誕生して2016年に終売となっており、26年もの間日華ウイスキーの銘柄として活躍したウイスキーです。26年間もね、リリースされていたというのはすごいことですよ。1990年、当時の希望小売価格は2450円で、ピュアモルトやフロムザバレルと同等、スーパー日華の1つ下くらいのランクで発売されていました。2016年には希望小売価格も1300円ほどとなり、ブラック日華などと同等のランクに、ね、下がっていました。まあ、正直ね、2016年はまだね、ウイスキーブームの序章くらいで、ジャパニーズウイスキーのブレンデッドまでは注目されておらず、マッサン効果で余市や宮城郷というシングルモルトウイスキーに注目が集まっていましたね。しかも2010年から発売されていたシングルモルト余市と宮城郷の 500ml のボトルは希望小売価格も1900円ほどと、まあ、こちらの、ね、オールモルトとほとんど変わらない価格で販売されていたので、26年続いたオールモルトの存在価値はなくなっていったんじゃないかなと思います。まあ今考えるとね、シングルモルトの余市と宮城郷がノンエイジで 500ml のボトルといえど1000円台で買えたというのがまずは驚きですよね。そんな経緯があり、2016年に終売となってしまったこちらのオールモルト、まあ、そりゃね、酒屋さんでも20本も売れ残ってますよね。最後まで売れ残った日華の終売ウイスキーがこちらのね、オールモルトだったと思います。こちらはですね、先ほどの田舎の酒屋さんで購入させていただきました。価格は1800円、容量は 700ml、 アルコール度数は40度となっています。ではね、早速こちらのオールモルト飲んでみたいと思います。
れですね、キャップはスクリューキャップとなっています。これですね、色味は、まあ、綺麗な琥珀色ですね。はい、ではですね、早速香りから。おお、香りはですね、すごいね、バニラっぽい甘い香りがして、濃厚な甘い香りですね。カフェモルトの香りがね、すごく感じて、スモーキーさはね、ほとんどありません。では、ね、早速いただきたいと思います。うん、うん、おいしい。すごいね、柔らかい口当たりなんですが、濃厚な味わいで、カラメルやバニラのような甘みがあって、飲むとね、若干のスモーキーさが出てきて、かなりね、バランスがいいですね。すごいね、ニッカウイスキーらしい味わいを感じます。カフェモルトや竹鶴をね、もう少し薄くしたような味わいですね。まあ、確かにね、これね、2016年当時に飲んでいたら、この味わいで、まあ、実売価格が1300円ほどだったら、もう500円ほど足して、シングルモルトの余市や宮城を私も買いますね。正直ね、こう今飲んでみても、ブラックニッカディープブレンドの方が、私はね、美味しく感じると思います。まあ、ただね、これカフェモルトをキーモルトに仕上げたウイスキーのようですので、まあ、この時代のニッカの味を確かめるためのウイスキーにはなると思うので、希少価値としてはね、今後も上がり続けるのではないかと思います。ちなみにこのオールモルトの他にもモルト比率をね少なくしたモルトクラブなんてのもありましたので、まあ、どこかでね見かけた方はそちらもね試してみてください。そしてね、やはりこのオールモルトにもベンネビス原酒が使用されているのではないかという噂はありますので、ベンネビス感を感じて飲まれるのもまた一興かと思います。26年間も続いた日課の人気銘柄がなくなってしまったのは惜しいですが、ブラックニッカクリア、スペシャル、リッチブレンド、ディープブレンドがその系譜を受け継いでいると思います。ぜひね、皆さんもこのオールモルトね、どこかの酒屋さんで見つけたら購入して飲んでみてください。多分ね、1000円とか1800円ぐらいまでが妥当な価格だと思います。ということですね、今日のヒロシの隠れ家は、田舎の酒屋で見つけた日課の終売ウイスキー、オールモルトをご紹介させていただきました。ではまた。